カオン YouTube プレゼンツ、ユークサラストの YouTube。 さあ皆さん、おはこんばんちは、ということで YouTube のお時間です。お相手のユークスターダストです。今日もね、見えるラジオ感覚で、見て楽しんでいただければと思いますので、どうぞ最後までお付き合い、よろしくお願いします。さあ、ニューシングルレッドの方は好評、予約受付中ですのでね、盛り上がってまいりましょう。ということで、今日はやっぱりこのネタをね、言っていこうかなと思うんですけれども、グレーの拓郎さんとビーズの拓さん、久しぶりのコラボということでね、それに関連したお話を今日はしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。さあ今回の冒頭はね、久しぶりに冒頭ボケのコーナーを行きたいと思いますね。今日は、タックさんと拓郎さんの絡みのお話をすると言いながら、とりあえず別の全く全然関係ない作品を紹介したいと思います。いきますよ、こちらです。はい、島倉千代子さんの人生いろいろということでね、お千代さんね、おととしの11月に亡くなってしまいましたけれども、人生いろいろですね、本当に、人生いろいろあると思いますよ。皆さんどうですか、本当にね、当時のレコード、こちら1987年の、発売なんですけどもね、こちらはね、テレビ番組バラエティでね、山田邦子さんだったりとかコロッケさんがね、モノマネとかもして、まあ、それもあっての、人気が出まして、まあ、売れたっていうのもあるんですけれども、やっぱりこれ聞くとみんないろんなことあるよねって思うんだよね。うん、本当にこのタイトル通りで、人生いろいろでね、やっぱ楽しいこともあれば辛いこともあるしね、うん、やっぱその日のなんていうのかな、人付き合いとかもみんなあると思います。でそれによってもね、やっぱりこの心のモチベーションなんかも変わってきたりもすると思いますし、やっぱね、そういうことを考えるとね、やっぱこの人生いろいろってのはやっぱり深い曲だなと思います。まあちょっと余談ですけども、もともとはこの曲ね、カップリングの予定だった曲で、曲名も、違う予定でした。当初は笑い話にしてという、曲名だったんですけれども、まあレコーディングとかしていく中で、タイトルも変わりで、A 面に変わったっていうのもあります。本当にね、これはね、今聴いても名曲ですよね。人生いろいろって本当にね、もうその通りだと思います。本当にみんな楽しいこと辛いことね、生きているうちはいろんなことがあると思いますけれども、でもそれもやっぱり、生きている証なのかなと思います。生きているからこそ楽しいこともあるし辛いこともあるんだろうなと、思ったりもします。ということでね、まあ冒頭ボケではありますけども、ちょっと真面目な話になってしまいましたが、今日は、冒頭ボケで、お千代さんのね、本当に亡くなってしまいましたことが残念ではありますけれども、お千代さんの大ヒット曲にもなりました、代表曲にもなりました人生いろいろ、こちらの方を、紹介させていただきました。では、本題に入ります。さあということでね、ビーズの松本さんと拓郎さんがね、コラボということで、チューブの30周年のベストアルバムの方に、楽曲提供ということでコラボですね。実に13年ぶりになりますかね。拓郎さんと、コラボするっていうのはね、松本さんがで、その13年前のコラボ作品っていうのがこちらなんですよ。ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、松本さんのソロアルバム花ですね。で、こちらに入っております、10曲目のエンゲージという曲がありますけども、こちらの方が実は拓郎さんが、ね、作曲をした曲でもあります。で、もともとね、松本さんと拓郎さんがお友達で、まあ、そのうち何かやろうよみたいなお話をしてて、でソロアルバムを作る時に、まあ、1曲書いてみたいなことを松本さんがね言って、で、拓郎さんが書いてきたのがこのエンゲージという曲でした。で、まあ、正直言うと、2、3曲作ってあったんですね。でその中でこの1曲エンゲージという曲を気に入りまして、松本さんがね、うん、これいいじゃんみたいになりまして、で、こちらの方に収録されるような形になりました。
で、こちらの方はねインストアルバムなんですけれども、要は歌詞のないアルバムですが、拓郎さんがね、撮ってきた本当ギター1本でのデモテイクだったんですけども、そちらの方にはね拓郎さん歌詞つけて歌ってたんですよ。でそれはね後にこの発売した翌年の、拓郎さんのラジオの中で、実は、デモバージョン拓郎さんが歌っているエンゲージが、流れたこともあります。で、まあ、歌詞はつけてたんですけども、で、ね、スタジオでも歌詞をつけながら歌ったりもしたんですよ。でもねやっぱりあの松本さんインストだから歌詞はいらないからっていうことになりまして、歌詞はつけなかったという、いきさつもあります。でその時はね、確か拓郎さんニューヨークに行って、で松本さんが大阪にいたんですよ。で拓郎さんがニューヨークから帰ってきた足でそのまんま大阪の方に出向きまして、で、レコーディングの方にも一緒に顔を出してっていう感じでねおりました。で、確かね大阪の方に、行って、で滞在も1日確か伸ばしたんですよ拓郎さん、そうやった感じでね、やっぱり、松本さんも曲だけもらってっていう感じにはいかないので、そこで拓郎さんと一緒にねやっぱりこうアレンジみたいな感じでね、したということです。やっぱりね、知らないところでどんどん曲ができていくっていうのもどうなのかなって、やっぱりそれも松本さんが思ったらしいですね。でなのでまあ一緒にこう曲をねあーだこうだ言いながら作ったっていうようなお話もあります。ということで、これが、公式には拓郎さん と、松本さんの初コラボ作品になりまして、それから12年経ちまして今年ですね2015年、チューブがデビュー30周年ということでね、すごいですよね。30年頑張ってる。そうか、それ考えるとチューブも解散しないバンドではあるのかな。あるんだね。で、また余談ですけども、チューブって、まあ今だからこそチューブって言われてますけども、デビュー当時、実はデビューシングルのレコードを私持ってまして、こちらなんですね。ベースサマーですけども、これお名前見てわかるでしょうか。ザ・チューブって名前なんですよ、当時。デビュー当時はザ・チューブという名前でおりまして、この通りね、歌演奏ザ・チューブ、ザ・チューブですよ。もうこれから30年なんですね。ザ・チューブファーストアルバム7月発売予定なんてね、85年キリンビールの CF イメージソングということでね、すごいですね。もうこれから30年前の皆さんですよこれ。うわー、若いよねやっぱり。でも30年頑張るバンドっていうのはやっぱり嬉しいね。嬉しいよね。チューブもね好きで結構聴いたりするんですよ。で個人的にはねチューブのねベストアルバムでチューベスト 1,2,3 なんても出てるんですけども、その中でもやっぱ96年に発売されましたチューベスト2、個人的にはこれすごい好きですね。夏休みから始まっちゃうっていうね、この大ヒット曲がもうねずらっと並んでるっていうね。まあチューブスト3も好きですし、1も好きでね、聞くときは一気に聞いちゃうんですけども、まあ、いろんなねチューブのアルバムシングルもうちにもいっぱいあります。いやかなりねでかいんですけども、これねもうレコード版のリミックスね、 Stop the season in the sand のリミックスバージョンみたいなね、こういったのもあったりもしておりますけれども、本当にもうこれから30年なんですね。チューブも30年ってことで、これからもどんどん頑張ってほしいなと、思ったりもしておりますが、こちらのチューブのね、ニューアルバムベストアルバムの方に、拓郎さんが作詞で、松本さんが作曲ということでのコラボということで、実に12年ぶり。やっぱこれはね今回ちょっと取り上げとかないといけないかなと、思いまして、紹介させていただきましたね。本当に発売も楽しみですね。多分買うと思いますけども、やっぱりねチューブもビーイングのやっぱ古い、アーティストですから、ね、未だに頑張ってくれてるのが非常に嬉しい限りでございます。ということで、今回は本当簡単ですけれども、チューブのベストアルバムに、松本さんとね、拓郎さんが久しぶり、本当に、13年ぶりのコラボということで、そちらの方を今日は、お話しさせていただきました。
はい、ということでね、この番組では、番組に対するリクエストや、質問なんかを募集しておりますね。LINE や Twitter なんかで、募集しておりますので、どしどしご応募ください。なるべく本当に番組に対する、質問やリクエストで、お願いしたいと思います。ということで、以上お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。